はい、木の実製左目です。岩手県産の欅の一枚板ですね。両面プレーナーが終わりまして、もろもろですね。このパテ埋めとかでもですね。あと、こういうね、細かい割れがある木なんですよね。こういうところ、小口の割れとかもですね、パテ埋め終わりまして、あともう耳も全部仕上げて、あと今これからですね、オイル塗装していきます。サイズの方がですね、長さが3600あります。幅がですね、末口のところがもう60センチあるんですけど、その辺からちょっとね、くびれて、一番狭いところで大体53センチくらいで、あとはもう55センチ、60センチというふうな感じでね。で、ずっとして、ここは元口の部分が、大体80センチ近くまでね、79センチとか、そんな感じの、結構ね、幅の広い、カウンターの一枚板になりますね。厚みが75ミリですね。これも結構ね、厚い方かなと思いますね。はい、そういう一枚板ですね。はい、今からですね、これを、いつものようにね、植物油で、塗装していきます。1回目の塗装になります。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ木裏からお願いします。木裏も三段仕上げをしてるんですけど、こういう鉄砲って言われるほこらも虫穴ですね。その辺はこのままですね。何もしてないでこのまま仕上げてましたね。あと、そうですね、ちょっとね、割れてるところはパテ埋めを何箇所かね、してますね。ああ、木裏もね、いい色出てきましたね。プレーナー仕上げをして、今までね、乾燥してた状態のものを削り落としてるわけで、実際はね、削り落としたことによってね、新しい面が出てきたので、またそこがね、この欅が空気をね、新しく吸うことによって、やっぱりね、若干また動きは出てくるんですけど、それをこのオイルを塗ることによってね、呼吸をね、穏やかに、するという目的もありますね。そういった理由があるので、木裏にオイル仕上げをするという理由が、そんなところにもありますね。1回目は、植物油のお相撲カラーですね。お相撲カラーのエキストラクリアを1回目に、塗ってます。あとは2回目3回目という感じで、塗るのは、これよりもね、ワックス分が強い、フロアクリアエクスプレスっていうのをね、塗って、少しね、ワックス分の、多いものをね、2回目3回目っていうので塗っていく予定です。1回目はですね、このエキストラクリアっていうオイルが、本当に一番お相撲カラーの中の一番標準的なプレーンなものって言えばいいのかな。やっぱり金ね、結構しみ込んでいく、一番水のようにね、粘度もなく、それ以外のものだと大体みんなドロドロっとした塗料なんですけど、これだけね、すごく、こうなんか水みたいな感じでシャブシャブした、塗料なので、大体うちとしてはですね、下地剤的な感じで、使うことが多いですね。本当に木材保護ということですね。やっぱりこう塗ることによって、これもそうなんですけど、この欅だとプレーナー、乾燥するまでにね、何年か置いてて、結局、だんだんこう黒ずんできたりとか、ほこりとかでね、切って乾燥すると、こう
ね、だんだん日に焼けたりとか、まあ、うちは倉庫の中に置いてることも多いんだけど、これはちょっとね外に、置いてたので結構ね黒く、欅の色味もねちょっと分かんないくらいなくらいまでね、でそういう状態から両面のプレーナーで要は削るわけですよね。よれを取ったり反りをね取ったりするために、まあ、薄くなるわけですけど、そうすると新しいね削った面がまた新しい空気にね触れるので、そこでまた木は動きたいというね、その木の癖がねまた少しもともとあった木の癖ですね、それがまたなんていうのかな、蘇るというか、それでまた少しね動きが出てきたりして割れたりするんですけど、まあこの塗料はねそれを表面にねオイルを塗ってね呼吸を少しねゆっくりにするという意味合いもすごく、ありますね。そういった意味で、まあ、木材の保護という意味合いで私たちは使ってるんですけど、でそれに加えて、まあ、やっぱ木と油って相性がいいのでね、こういうふうに塗るとこれ見てもらって分かるようにやっぱりすごくね木味が良くなってですね、仕上がりが良くなるので、やっぱり仕上げの塗料としてもね転んでね使っています。はい、こんな感じですね。結構ね渋い感じで色が出ましたね。はい、僕もね、そんな細かいね樹齢の高い木ではないんだけど、こう木がいい感じでね動いてて、この曲線がすごくねなだらかでいいですね。耳の部分も、余計にね削ったりとかしないで、なるべく皮が剥がれた、状態のものをねそのままなるべく手を加えないようにねして、自然な感じで仕上げてますね。このケヤキなんかはそうですね、ほとんど削ることなく、最終的にはねブラッシングで仕上げたんですけど、いい感じのこのシワシワっぽい感じがねすごくね錆びた感じでいいですよね。この耳はねすごいアクセントポイントになるかなと思いますね。すごく渋く仕上がりましたね。やっぱりね向こうから見るのとねまたこっちから見るのとで、この光の加減でねまた映りがね立体的な感じで、はい、今塗装終わりましたね。1回目が終わりました。大体こんな感じですね。やっぱりオイルとねすごく欅が相性良くて、
すごいなんかいい感じの色が出ましたね。はい、こういうちょっとこうね塗ったところによって、この今吸い込んでるとこと吸い込みのいいとこと甘い部分がねちょっとこうありますけど、はい、こんな感じでいい感じで渋く仕上がったと思います。はい、欅の一枚板ですね、3600のカウンターに使われるようなね、立派な、長い一枚板になります。はい、お相撲カラーの、キストラクリアを今塗りました。はい、またあとね、2回目3回目っていうのをまた、塗っていくようになると思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。